はいどうも、車カルチャーワンソクチューブです。今回はマイナーチェンジしました日産の新型ルークスハイウェイスター G プロパイロットエディション、こちら内外装を見ていきたいと思います。私ね、ルークスとは兄弟車の三菱のデリカミニ、こちら乗ってますので、デリカミニと兄弟車とはいえ結構違うところあるんですね。その違いなんかもレポートしながら内外装を見ていきたいと思います。取材に協力していただいているのは、私もエクストレイルセレナ購入している東京日産成増店さんですね。ありがとうございます。で、新型ルークスのね、見積もりなんかももらってきていますので、そちら間に合えばブログでアップしたいと思いますので、下の概要欄リンク貼っておきますので、チェックしてみてください。それでは、新型ルークスハイウェイスター G プロパイロットエディションエクステリアから見ていきたいと思いますが、今回のねマイナーチェンジで顔つきが結構変わりましたね。まあ、セレナ顔、もうほんとミニセレナみたいな感じの、結構最近の日産のデザイン文法に統一されたという感じで、かなりね、未来的というかですね、シャープな感じになったと思います。そして、ヘッドライトなんですけれども、この上の部分がねセレナみたいな感じで、これポジションランプとして光っています。で、こちら下の部分が、ロービームですけれども、なんとアダプティブハイビームがあるということで、これはデリカミニでもでね、アダプティブハイビーム用意されてますが、日産の軽自動車にはなんと先行車対向車のところをカメラで読み取って遮光してくれるというハイテクなハイビーム備わっています。で、ちなみにウインカーはこんな感じで光りますが、残念ながら、ウインカーは豆球となっています。まあ、デリカミニも豆球ですけどね。そしてグリルのところにはねメッキがこうライン状に入るようになったのが今回の、マイナーチェンジの変更点ですけれども、下のところはねこの V 字型というか L 字型に、また光ると。だから光るところは結構多いですよね。で、今ロビーも点灯させてますけども、こんな感じと。で、その下はフォグランプになっています。そしてサイドの方回っていきますが、新型日産ルークスのボディサイズは全長3395、全幅1475、全高1780と、軽自動車の規格いっぱいいっぱいなので、他のね多くの軽自動車と全長全幅は一緒ですね。続いてサイド寄っていきましょう。で、こちらのハイウェイスター G にはですね、ターボモデルにはこの15インチのタイヤのアルミホイールが装着されるということで、デザインは結構シンプルでいいんじゃないかなと思います。まあ、結構デリカミニのデザインとはね違って、デリカミニは結構タフな感じですが、ルークスはどちらかというと都市型のシャープな印象があります。そして B ピラーはブラックのボディカラーでもこういうマットな仕上げなんですね。ちなみにデリカミニではですね、ボディカラーのブラックを選ぶと、ここもこのグロスのねボディ外反と同じグロスで塗られるというその差はありますね。ちなみに C ピラーはデリカミニでもこうマットな感じになります。そしてリアの方回っていきますけども、はい、リアビューはこんな感じですね。軽スーパーハイトワゴンなんで、各社だいたいサイズとかは同じなんですけども、結構キャラクターはそれぞれ違いますよね。でもデリカミニと、まあ、リアのねデザインとか透過類の感じとかは似てますね。で、ルーフがちょっと浮いて見えるようなガラスラインがですね、リアガラスにつながるようなデザインになっていると、この辺も同じですね。まあ、外反色が黒だと、まあ、ルーフが浮いて見えるという感じではなく、全部ブラックで統一されたような感じになりますが、これもまた良いんじゃないでしょうか。ちなみにリアウィンカーも豆球となっています。そしてここに日産の、ロゴがあって、でナンバー灯も豆球と、まあ、この辺はデリカミニと一緒ですね。で、ハイウェイスターの、ロゴがあって、 S ハイブリッドというね、日産ではねマイルドハイブリッド搭載されているということなんで、これはね走りのドライブフィール編でお届けしますけど、これもまた良いポイントなんですよ。で、リフレクターがあって、マフラーは、まあ、ちょっと見える感じになっています。まあ、もうちょっと隠しちゃっても良かったんじゃないかなと思いますけどね。正面から見ると、まあ、結構見えるかなという感じですね。続いて内装を見ていきましょう。施錠はですね、これでポッチタイプになっています。開錠もポッチタイプですね。鍵穴は見えるタイプですが、ちゃんとベゼルもついているというところは NBOX よりもちょっと見栄えがね、鍵穴の見栄えは良いです。で、ドアを開けるとこんな感じ、90度まで開きますね。まあ、さすが日本の軽自動車という感じです。そして、ドアの内側ですけど、この辺はハードプラですね。まあ、この辺はデリカミニと一緒でも、非常機の部分とこのちょっと内側のねこの辺はソフトパッドになっていると。ブラックで分かりにくいですけど、ここはソフトパッドになっています。これもデリカミニと一緒ですね。で、ウィンドスイッチ台座自体もグロスブラックになっていて、ここもデリカミニと一緒となっています。ワンタッチオープンできるのは運転席だけで、インナードアハンドルもちゃんとメッキになっていると。この辺の質感だから結構いいですよね。そして、ドアポケットにはドリンクが置けるようになっているという感じですね。で、ヒンジはプレス製となっています。で、続いてシートですけれども、こちらのハイウェイスター G ではですね、ブラックの合成比較とレッドのステッチが入っているということで、結構スポーティーな印象ですね。で、中央の部分も、ここも
あのなんかドットパターンになってますけども、ここもレザーというか合成角になってますね。ファブリックとかではないですね。この辺はだからあのデリカミニと異なるところですね。デリカミニは確か中央の部分ファブリックだったかと思います。でシートはハイトアジャスターもついていると。でペダル類ですけども、アクセルペダルは小さい式となっています。で、まあ、フロアがねこの辺がフラットになっていて、まあ、左右のウォークするしやすくなっているのは良いですね。でそれでは乗り込んでみましょう。やっぱこの辺もね段差ないんで乗り込みしやすいですよね、軽自動車は。でドア閉めた音はこんな感じ。はい、新型ルークスハイウェイスター G プロパイロットエディションのインテリア前景はこんな感じですね。まあ、基本的にはデリカミニと同じなんですが、違うところもいくつかあります。細かく見ていきましょう。でまずナビ見ていきますけども、はい、ナビ画面はですねこちら9インチかな、デリカミニと全く一緒ですね。うん、この辺のナビシステムなんかは一緒なので、まあ先にちょっとねデリカミニ使ってての欠点をちょっと言っちゃいますと、 HDMI 端子とかがないっていうのと、カープレイ非対応となっています。なので、まあ、私の大好きなオッドキャストとかは使えないという感じになってます。その辺はちょっと残念かなと。あとメディアのスロットもないので CD、DVD とかは入りませんのでご注意ください。まあ、そういうのを入れたいという人はですね、まあ、別のディーラーオプションで8インチのディスプレイオーディオとかも用意されてますので、そっちを選んじゃってカープレイとかを使うっていうのもありだと思います。でその下はですねハザードランプ押しやすい位置にあって、エアコンのルーバーに関してもメッキの加湿がしてあってたから、この辺の見栄えも結構いいですよね。で以前はここにね USB の穴あったかと思うんですが、デリカミニ同様ここの穴なくなっちゃいましたね。なのでフロントシートには USB ポート1個もないという形になりますので、そこはねデリカミニ同様ご注意ください。でその下はねちょっとしたトレーになっていて、ここ結構ねスマホとかひょいとメガネとかひょいと放り込んでおくのに便利なトレーになっています。そして、シフトですけども、ここは本革巻きとかではなくてね、ウレタンですが、この、プッシュスイッチのところは、メッキ加色されていると。で D に入れると、で下が L になっている。で R に入れると、はい、このように360度カメラ起動します。インテリジェントアラウンドビューモニターついてます。さすが日産ですね。さらにですね、はい、こちらミラーなんですけど、ミラーにもこの360度カメラの情報が映ると。でこれもデジタルインナーミラーになっていて、はい、このようにリアも、カメラで映った映像もにもなるし、普通のミラーにもなるけど、ちゃんとここに、バックモニターのガイドと360度ガイドが出る。これはデリカミニでは標準装備、 T プレミアムとかねプレミアムのグレードには標準装備となっていますが、ルークスではこれオプション扱いになっています。なのでつけたくない人はつけなくても OK となっています。そして P に入れると。そして電動パーキングブレーキ、そしてオートホールドついてます。おそらくこれもメモリー機能あると思います。デリカミニにオートホールドのメモリー機能ついてるんで、ルークスにもおそらくついてるでしょう。やっぱこの辺はいいですね。そして、これプッシュスタートのスイッチとなっています。でこの辺がですね全て、ピアノブラックになっていて、でタッチセンサーになってるんですね。なのでまあオートとか AC とかで、このリアのデフロスターとかフロントのデフロスターとかオフとかあるんですけども、で風量がねこれで、このようにタッチで切り替えることができると。でまあオートにしとくと。で温度はこれで調整するんですが、ただですねここにトレイがあるじゃないですか。でここにトレイに物を置くと、なんかうっかりこの辺とかのデフロスターのスイッチを触っちゃってて、なんかめっちゃ風が吹いてるとかですね、あとメガネとか置いたりとか、あとエアコンのルーバーをこう動かすときにちょっとこう固定するためにこの辺にこう手を置きながらこうやって調整したりとかすると、うっかりこの辺触れてしまって作動しちゃったりしてるんで、ここはねタッチセンサーじゃない方が個人的にはありがたかったかなと。誤作動が結構多いです。うっかり触っちゃってますね。まあ、あとねこれピアノブラックの面積が多いんで、ホコリとか指紋とかが若干目立つんで、まあ、スマホ守るくんとかで、ね、塗っとくと良いと思います。あの車のピアノブラック部分を保護するんであればスマホ守るくんおすすめですね。でワンソクチューブの視聴者の方のためにですね 5% オフクーポン発行していただいてますので、下の概要欄からねスマホ守るくん購入される方は 5% オフで買っていただければと思います。そして、こちらの方助手席の方も合わせて見ちゃいますが、ここトレイになってます。でここティッシュ入るんですよ。これめちゃくちゃ便利。やっぱ生活感のあるティッシュとかは目隠しして置いておけるところがあるのは非常にいいですね。でグローブボックスもそこそこの容積があると。で車検証とかを入れるのにだいたいグローブボックス専用しちゃうかと思うんですが、ルークスにはですね、はい、ここにですね、はい、
グローブボックスの代わりにここに車検証入れておけるマックス2キロの、助手席のトレイがあるんですね。でしかもこれがですね二重底になっていて、はい、この下にもですね、トレイがあるんで、ここの下に車検証入ります。今はね、あの試乗車なんで、あの取りやすい位置に車検証が入ってますが、二重底になっていて、ここに車検証を入れておけばですね、車検証の目隠しにもなりますし、さらにその上にも靴とかね、なんかちょっと汚れ物とか置いても OK という、めちゃくちゃね気の利いたトレイがここについて、これもグッドですね。そして、ここに大型のアームレストがあります。これも肘置き性良いですし、ディーラーオプションでここにこうパカッて開く収納にすることもできると。そして、この下のところですけれども、引き出し式の、ドリンクホルダーになっていると。で、マックス、耐荷重3キロになってますが、このドリンクホルダーだけ引っ込めて、ここだけ使うこともできます。で、さらにですね、その下には、ここアクセサリーソケットがついていて、前席にはですね、フロントシートには、USB ポートが1つもありませんので、ここの、シガーソケット、アクセサリーソケットに、まあね、柏村さんとかの、シガーソケット USB とかを挿すと良いんじゃないかなと思います。私もデリカミニでそういう風に使ってます。柏村さんのシガーソケット USB は、ね、下の概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。で、その下はですね、このトレイになっていて、まあ、ペットボトルとかちっちゃいやつだったらここに2つぐらい入れられると、ゴミ箱として使っても良い、こういうね、目隠ししておけるトレイがあるのは良いですね。で、その下はなんか光ってますが、これはドラレコとかのユニットですかね。はい。続いて助手席の方ですけれども、ダッシュボード上部はまあ当然カチカチ、中央のところにスピーカーついてますね。でここの前面のところがですね、ステッチ付きのソフトパッドになってんですね。ここはデリカミニよりいいですね。でエアコンのルーバーの周りもちょっとグロスになっていて見栄えも良いですし、まあ、この辺はカチカチですけど、その下はね、このようにティッシュが入れられる箱になっています。でこっち側にドリンクホルダーになっていると。そして、こっち下がグローブボックスになっています。で続いてステアリングホイールですけれども、こちら本革巻きになっています。ちなみにステアリングですが、まあ当然テレスコはついてなくてチルトのみとなっています。これは多くの軽自動車一緒ですね。でステアリングスイッチありますけれども、こちら側が、メーターの情報を切り替えるスイッチとなっています。ちょっとエンジンかけてみましょうかね。こっち、はい、そうするとこういうルークスがぐるっと回るようなオープニングアニメーションがあって、はい、メーターの情報を切り替えられると、まあ、アナログ2眼と、4.2 インチの、カラーのマルチインフォメーションディスプレイとなってますが、タイヤアングルガイド、タイヤアングルガイドしかないんだ。ここがですね、デリカミニだとヒルディセントコントロールと、あとグリップコントロールが四駆機能として追加されてるんですね。だからデリカミニの方がアクロ走破性の走行モードは結構充実しています。それ以外は多分一緒かな。はい、結構ね、一度に表示できる情報量は、まあ、それほど多くないんですけども、まあ、エネルギーモニターとか、あとは、燃費計とかを表示することができるという感じですね。で、アナログ2眼なんでタコメーターもついてるのはいいですよね。ライバルの車、軽自動車ではですね、最近タコメーターがなくなってしまってスピードメーターだけになっていて、タコメーターはあのマルチインフォメーションディスプレイで表示してくださいみたいな、まあ、微妙なコスト削減になってたりしますが、そうすると燃費がこうあのマルチインフォメーションディスプレイで表示できなくなってしまって、まあ、あちらを立てればこちらが立たず状態になってしまうんで、やっぱタコメーターはあのこういう風にねアナログなり常時表示できるようになっていると良いんじゃないかなと思います。そして、こちら側が、はい、運転支援のボタンとなっていますが、このブルーのボタンを押してセットとやると、今走っている速度からアダプティブクルーズコントロール、前方の車両に追従して、走行してくれる、クルーズコントロールが始まります。でしかもルークスがいいのがですね、プロパイロットついてるんですね。なのでライバルメーカーの軽自動車ではですね、時速60キロとか65キロ以上じゃないと白線の中央を維持して走ってくれるレーンキープコントロールとかがね、65キロ以上じゃないと使えなかったりするんですが、日産のルークスとかデイズとか、あとはまあ兄弟のデリカミニとかではですね、全車速領域で、アダプティブクルーズコントロール、さらにレーンキープもしてくれると。この辺が日産の軽自動車の優れているところですね。そして、この辺はシルバーの加色がしてあって、ただ惜しいところとしてはですね、パドルがないですね。これデリカミニだと実はパドルあるんですよ。ここはなぜか差別化されていると。デリカミニの T プレミアムではパドルがあります。ただ日産の、ルークスでは
ハイウェイスターの G というターボでもパドルなしとなっています。で、ちなみにウインカー入れると、はい、3回点滅するタイプとなっています。まあ、ヘッドアップディスプレイは当然ないですが、メーターフードのところにもシルバーの加色がしてあると。で、ステアリングの右側にはエアコンの吹き出し口があって、ここにもシルバーの加色があって、あ、ここもすごいステッチ付きのソフトパッドになってる。ちなみに助手席の方もここステッチ付きのソフトパッドになってる。この辺はデリカミニよりはるかに見栄えがいいですね。いやーすごいな、ルークス。で、ここにねドリンクホルダーあります。ちなみに鍵はこれ日産の鍵ですね。スライドドアのオープナーもついてるんだ。へえ。で、Nボとかよりいいのはこれ爪がついてますよね。なので、あの小さいドリンクとか置いた時でも転倒しないんですよ。Nボこれなくなっちゃったんで、ショート缶とか置いた時にグラグラしちゃったり、細いペットボトルとかだとグラグラしちゃうという、これねやっぱついてるといいです。そしてその下はスライドドアのオープナー、そしてアイドリングストップオフのスイッチとかになっています。で、特にこれ以外はなく、ちなみにステアリングヒーターは、あ、これついてないですが、寒冷地仕様にするとオプションでシートヒーター、ステアリングヒーターついてきます。ルークス買われる方は寒冷地仕様つけた方がいいですね。そして、オーバーヘッドですけれども、先ほども言った、インテリジェントアラウンドモニターになっていると。で、通常のミラーにもできると。で、こちら、オプションでドラレコついてますが、これはねナビとかと、セットで、ナビレコパッケージみたいなものもあります。そしてさらに日産が優れているのがですね、はい、こちら SOS コールで、まあ、万が一例えば煽られたとかですね、事故ったとかっていう時にオペレーターにつながる SOS コール、これがついていると。これはデリカミニになかったので、このコネクテッドが充実しているというのは日産のルークスの、いいところだと思います。ただまあルームランプに関してはですね、デリカミニもルークスも豆級となっていますので、ここは私オプションで打ち替えました。ちなみに新型 NBOX カスタムでも、先代はねルームランプ LED だったのに、新型では豆級になぜかねグレードダウンしてましたね。はい。そしてバニティミラーですが、照明はないですがミラーがあって、ちなみに、助手席側にもミラー完備されている。まあ、照明はね軽自動車でついてる車ほとんどないですからね。続いて後席見ていきましょう。後席をね開けるにはここのボタンを押すと開けることができると。これで施錠はできないです。オープナーですね。はい。そして、ルークスの後席はこんな感じですね。まあ、やっぱさすがにめちゃくちゃ広いですね。足元めちゃ広です。そしてまあフロアも低いんで乗り込みもしやすいという形になっています。いやめちゃ広でしょこれ。で、乗り込む際にグリップも、まあ、結構大型のものがついていると。で、ここも段差がないので、めちゃくちゃ乗り込みはしやすいですね。はい。乗り込みますと、よっこらしょいちと。じゃあちょっとドア閉めてみましょうかね。はい。当然パワースライドドアになっています。そしてですね、あ、ここソフトパッドになってる。まあ、これねデリカミニもそうですけど、新型 NBOX ではねこれ全部ここカチカチになっちゃってますから、そういう面ではルークスとかの方が質感が優れてるんじゃないかなと思います。ちなみにここもソフトパッドになってますが、ここもソフトパッドでした。いや気づかんかった。結構ルークス質感気を使って作られてますね。そして手動ですけども、はい、サンシェードがついていると。まあ、これやっぱね後部座席に乗る人はね、眩しかったり暑かったりしないから、これついてるといいですよね。これは他のライバルにも搭載されています。で、この辺には特に加色はないと。で、ドリンクホルダーもドアのところにはないという形になっていますが、はい、優れてるポイントとしてはですね、はい、シートバックテーブル、運転席助手席側備わっていると。ちなみにデリカミにはなぜか運転席側のシートバックテーブルがないという、ここねルークスと違うとこなんですよ。さらにこの片口にある、はい、助手席を運転席とか後部座席からスライドさせることができる、はい、このレバーもデリカミニにはなかったです。いや、これはルークスの優れてるポイントじゃないでしょうか。いや、いいですね。これさらにスライドもしないのか。あ、このシートバックの背もたれを調整するだけですね。これスライドもしたらなおいいなと思うんですけど、あ、なるほど、あれですね、これを倒して、お母さんが運転席に座って、で助手席をこっち倒して、でこちらのですね後部座席がこれスライドできるんですよ。で、そうすると、はい、ここまで前に来ます。で、これを倒して、はい、そうすると運転席からですねお母さんが、はい、ここにチャイルドシートをつけたお子さんとかがいる際にですね、こう運転席からでもアクセスが近いと、不安な思いをさせないという、そういう配慮があるこういう片口の、なんかこう倒すやつですね。
はい、なんでこちらね、今お伝えした通りスライド幅が結構30センチ近くスライドしますね。なので後部座席もこんぐらい前に来ることができると、まあ、その分荷室もね広げることもできますね。はい、でこちらシートはリクライニングも可能となっていると、はい、今最大にリクライニングしているところですね。まあ残念ながら肘置きはないです。肘置きがついてるのは、まあ、N ボックスとかぐらいですね。そして、こちらのシートバックテーブルにはですね、はい、ドリンクホルダーが2口完備されていると。でここにコンビニフックもついているので、まあ、ちょっと物をかけることもできると。でその下はシートバックポケットは運転席側にはないですね、まあ、ただ助手席側にはですねシートバック上部にもこうポケットがあります。これデリカミにないですね。で助手席側にはシートバックテーブルがあって、これはデリカミにもついてます。でここにフックがあって、その下にもちょっとしたポケットがあって、ここに USB のタイプ A ですねが一口だけあるということなんで、運転席助手席には USB ポートないので、ここからみんな取るか、あとはですね、この下のところにですね、はい、アクセサリーソケットがあるんで、そこに今柏村さんとかのね、シガソケット USB とかを挿すと、まあ、2口分使えるんで、ディールオプションで高いのつけるよりはそういうね、サードパーティーのものをつけてしまった方が良いんじゃないかなとも思います。そしてもう足も組めるぐらい余裕に広いですね。で運転席173の私のドラポジに合わせた状態で手のひら2枚分ぐらいということで、まあちょっと計測不能なぐらい広いという感じになっています。そしてですね、ルークスで特筆すべきはこちらですね、サーキュレーター、これがついていると。しかもプラズマクラスター付きとなっています。これね、夏場やっぱ後部座席暑いということで、特に軽自動車はですね、エアコンの吹き出し口が足元にこうついててもなんか弱かったりとかするんで、で前のね、エアコンの風を強くすると運転席は寒いという形になっちゃうんで、やっぱサーキュレーターついてないと後部座席はしんどいということなんで、これでやっぱついてた方がいいですね。まあ、冷たい風が来るというよりは空気を循環させることができるので、まあ、後部座席でも暑かったり寒かったりしないと。これもついてる、プラズマクラスター付き、これデリカミニにもちなみについています。そして、この横のところにはですね、ドリンクホルダーと、まあ、ちょっとねスマホとか立てておけるようなもの、そしてスピーカーがついていると。で反対側も同様にドリンクホルダーと、まあ、スピーカーがついているという感じですね。三角窓も大きいんで結構明るいし、ここにグリップもついているので、ボディが揺れる際にも、捕まることができるという感じです。続いてラゲッジも見ていきましょう。オープナーはここですね。はい、ルークスのラゲッジスペースはこんな感じですね。広角で見るとこのぐらいあるという形で、まあ、後ろまでね、シートを下げていると、まあ、容積はそんなないですけども、この下もね、結構深いですね。パンク修理キット入ってますが、だから結構この床下に収納できそうですね。でさらに、まあ、先ほど言いましたけど、この片口のレバーでスライド前後することができますので、まあ、最大この、ね、30センチぐらいはこのラゲッジ容量を拡大することができると、まあ、こうすると結構広いですよね。はい、このぐらいの容積になるということで、まあ、結構荷物詰めそうですよね。さらに、まあ、これだと、まあ、運転席側はね、私の173のドラポジに合わせてるんで、助手席側はね一番後ろに下がってる状態なんで、助手席側もね少し前に出せばこの状態でも人が座れそうですね。そしてこれを戻して、でこちら側のリクライニングレバーでこのように後部座席を倒すことができると、まあ、そうするとですね、まあ、ほぼほぼフラットな荷室になると。広角で見るとこんな感じですね。はい、これちょっと浮いちゃってますが、このように最大荷室にすることができます。はい、といった感じで新型日産ルークスハイウェイスター G プロパラットエディション見てみましたけれども、いかがだったでしょうか。いや、改めて商品力やばいっすね。新型 N ボックスも私買ってますので、まあ、デリカミニと比較してみたいと思いますが、合わせてルークスもかなり良いんじゃないかと思うんで、気になっている方はね、日産のお店足を運んで見積もり商談試乗されてみてはいかがでしょうか。この後ね、新型ルークスの試乗編もお届けしますので、ぜひチャンネル登録してチェックしてみてください。車でもなんでもね、欲しいと思った時は快適ですからね、ぜひ買って検査になっていきましょう。それではあなたの物流ご刺激する友達はワンソクチューブ、次回もお楽しみに。